皆さん、こんにちは。こんばんは。レック専任講師の金城淳之介です。というわけで、えー、受験生の皆様へのメッセージ、取ってくれと言われてですね、急遽、はい、借り出されました。ぶ <laughs> っちゃけちゃいましたけれども、うん、多分もう他の先生方がものすごく真面目な話をしてると思うので、私はもう本当にメンタルの話、そこだけ行きたいなと思ってます。 で、近況について簡単に、今ね、ちょうど4月の17日です。4月17日。ちょうど昨日、全国に、えー、と緊急事態宣言が、まあ、適用されるみたいなことを言って、まああの、大都市圏のみならず、地方の皆さんも、えー、47都道府県緊急事態ということで、 もう本当に精神的にこうねふさぎ込むとか参っちゃってるような人ももしかしたらいるかもしれない。うん、でも試験の日は変わらないのでね一次試験が7月11日12日に来るっていう時点はもう変わらないので結局残された日数まあこれを今ご覧頂い,いている皆さん何週間残ってるか分かんないけど残された日数から逆算して何を勉強すべきか。 やることとはだから変わんないんですよ粛々とねたまたまふ、まあ、普段例えば東京とか大阪とかね、まあ、あの生講義に通っている受験生の皆さんであればその分ご自宅で学習する環境に変わっただけの話であってやることは変わんないですしましてやリモートワークでねご自宅で勉強されている方もいらっしゃると思う。で今まで例えば えー、例えばスタバとかね喫茶店とかで勉強してた人が喫茶店が閉まっちゃってるとかとか図書館で勉強してた人図書館閉まっちゃってる逆にその環境変化でご自宅の環境が取れれなないいいって人ももるかもしれない、うんまあ、ここら辺が非常に悩ましいところだけれども、まあ、それはもう各人もう与えられた環境なのでそれに適応するしかないですよね。二次試験のののパターンと同じでで外部環境に適応したものが価値なので だからこそ、やるべきことは変わらない。過去問をとにかく徹底的に回しなさいよと。で、えー、メンタル的に行くと、もうね、うん、なんつうのかな、落ち込もうが、こうね、やるぞって前向きになろうが、だから試験の日は変わらないので、だったら落ち込んでね、ああ、もう勉強手につかねえやと言ってる時間がもったいない。うん。だからこそ、もう、やるべきことやるしかないんですよね。 結局そのまあここだけの話も非常にお叱りを受けるかもしれないけれどもライバルが減ると思思ってくださいいよそう思いませんこういう時に緊急事態の時に「ああもうダメだダメだ」って言って後ろ向きになっちゃって手が止まってもう何も手につかないと。大変だ大変だって言っててもそれはもちろんね実際のご生活とか会社のこととか悩みもたくさんあると思うんですよ。 うん、私もね、ここだけの話、4月の売り上げ9割ダウンですよ。私個人で。でも、もうやるしかないじゃないですか、と。ね。だからまあまあ、皆さんもそれぞれ大変だと思いますけど、みんな一緒。だからこそ、じゃあ自分は何をすべきなのか、もう悩んでる時間がもったいないとで。ライバルが悩んで足止めてる間に自分先行くぞぐらいのつもりでね。そういうメンタルを持って、ぜひ、 あの学習していただきたいと。外部環境にはもう適用したもん勝ちですから。はい。そこをまず最初にお伝えしたいかなと思います。やることは変わりません。はい。だから、ゴールから逆算をして何をやるべきか。うん。で、基本は過去問をとにかく回しますよと。まあ、一時対策としてはそんな感じですかね。で、一時受けませんと。二時、二時対策ですよという方にとっては、今年は、 まああの一次試験が7月なのでえー、二次試験に参入してくる時期が早いですよね一次受験生が7月の1112に試験受けて早ければ7月12日の夜から二次試験に参入してくるわけですそうですよねだから例年よりも3週間ほど早くまあ3週間多く二次試験勉強できるんですつまり 10月の20何日だったっけ本番は競争が激しくなると思ってくださいいいですか二次受験生は10月の競争は例年よりも3週間勉強できる分厳しい競争になるよと裏を返すとアドバンテージを取るためには今なんです今この4月から7月の11、12日一次試験まで まあ約3ヶ月あるかかないかここでどれだけアドバンテージ積んんどくかなんですよだから今二次受験生がやるべきなのはそれこそ読む考える書くという3つのフェーズあと計算するこの4つのフェーズに分解して自分のメソッドを構築する事例1事例2事例3事例4それぞれの解き方考え方読み方 4だったら計算の仕方まで含めて今じゃなきゃ無理ですよって話ねで7月から中旬から一次受験生が参入してきます、はい、参入してきた時にはもう当連とか模試とかで本番さながらガンガン回していくわけだから今基礎に注目してね何度も過去問を見ながら自分の弱いところを潰していく過去問の財務会計10年分全部マスターするとか。 そういうのに時間を使ってください。過去本の5年分、10年分、ね、レックとか他の受験校の模範解答を比較検討して、えー、考え方のポイントを抑えるとか、そういったところをやってください。今だけですよ。7月までにアドバンテージどんだけ積んどくか、というところをね、意識した学習計画です。 だからもう、まあ新しいこと私言ってなくてもういっつももう過去問過去問しか言わねえな近所はってよく言われるんですけどだってそうなんだもんねっていう形でだからそれを地道にやった人が合格の栄光をねつかみますのでもう今は本当に気持ちもどんどん暗くなるし周りもね世の中もなんか閉塞感があるけどしょうがないじゃんねとも外部環境がそうだったら自分ができることしかね変えようがないのでもうそこは本当に あのマインドチェンジしっかりしてえ自分をしっかり持ってねでこういう時だからこそ受かっちゃいましょうよ受かりますよライバルがどん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 なんかこうあっつって落ちこぼれていくわけだから皆さんは今画面の前の皆さんは受かるんですよねそのために今しっかり学習を続けていただきたいなとここで折れることなくですよ最後はもうメンタルメンタルが強いもんが勝つねですので 私も大好きなディズニーランドが今ずっと閉まっててねこう,うつうつとなる気持ちもあるんですけれどもねもういつかはこういったね状況もねなくなりますのでその日に向けて今できることをやっていきましょうはいというわけで、えー、受験生の皆さん本当に、えー、大変なのはもう重々承知してますができることに集中して頑張っていきましょうねでまた、えー、いずれ、まあ、生講義とか 別の講義でお会いできることを期待して、メッセージに変えたいと思います。では皆さん頑張ってください